こんにちは、ひつじぐまです。今日もおばあちゃんへのショールについてお話ししたいと思います。おばあちゃんへのショール、ちょっと大きくなりました。前回よりも20段ぐらい大きくなったんじゃないかなと思います。でも画面で見たら伝わらないかな、これぐらいだったと思いますが、大きくなってきました。今のとこ間違えずに編めています。もう練習編みをして本当に良かったです。前回の動画ではこのショールの練習編みをしたショールが、サムネイルにもなっているので、それをちらっと見ていただければわかると思うんですが、作り目から伏せ止めまで全部練習したんですね。そしたら思いのほか大きいもうショールが編み上がっちゃったっていう、スワッチじゃなくてもうショールになっちゃったっていう話が前回だったんですけど、やっててよかった。練習編みをしてなかったらもうこんなに大きく編めてない。もうこの時点で私的にはもうすごくよく頑張っている、もう自分に拍手って感じですすごいよく頑張ってるよって思っちゃうくらい、練習編みの最初がもう本当に透かし編みとは何なのみたいな感じで、なんか透かし編みって結局掛け目と2目1度と3目1度の組み合わせでしょみたいなちょっとね、心にいけるっしょみたいなじゃな気持ちがあって、なんとかなるでしょうって思ってたんですけど、練習編みをしたらもう無理みたいな、なにこれみたいな、もう本当にもうね七転八倒みたいな感じだったので、練習編みしてて本当に良かった難しいんだよっていうのが分かった上で取り組んでいるっていうのが良かった。難しいって言っても私にとってですからね、聞いてくださっている方にとって難しい、難しいんだぞって怖がらせたいわけではないので、透かし編み挑戦したかったけどそんなに言うならやめようかなみたいなことにはならないでくださいね初めてだったらその集中力がいると思いますが、模様がやっぱり素敵なのでぜひ編まれてみてくださいと透かし編み初心者の私が言っていますで、結構大きくなってですね、もうコードがパンパンなんですね。もう結構パンパンなんですよもう時々なんかこの状態で置いてると針の先から目が落ちてることがあって、これはいかんということで、この動画ではコードのお引越しをします。長いコードに変えますで、これは平編みの作品です。輪編みじゃなくて平編みの作品をする時の私のコードの変え方何も参考にならないですというか、みんな好きにコード変えればいいと思うんですが、平編みの時私はこうしてるよっていうぜひ一緒のやり方っていう方はね、コメントで教えてくださいまあこうやらないのかな、みんなこのやり方でしょうとか思ってるんですけど、はい、じゃあ片方の針を外します。そしたら、はい、新しい長いコードの端っこに針先をお引っ越しさせます。いやー、この私はキャリーシーっていう輪針セットを使っているんですけど、キャリーシーロングじゃなくてキャリーシーなんですね。まあ、それの話はキャリーシーとニットプロの輪針を比較して紹介した動画があるので、それで詳しくお話ししてるんですけど、キャリーシーは
こういう茶色の、セット、茶色い、ケースに入ったセットで、キャリーシーロングはもうちょっと可愛いケースに入ったセットだったんですけど、ほんのつい最近このケースリニューアルして可愛くなったんですよ。いいなぁ。このケースね、あんまり可愛くないんですよね。はい、まあ、うん、でもケースでだけで買えるんですけど、ちょっとお高いので買いはしないかなと思います。はい、でキャリーシーはね、あの何の器具もなく、ここ閉めればいいだけなのが、もう本当にさすが国産とか思うんですけど、国産関係あるかな、わかんないな。はい、で、はい、そしたら次はこの、ジョイント、アダプター、なんかあのコードとコードをつなげるパーツです。でそれをつけます。新コードにつけて、はい、旧コードにもつけます。はい、これで新しく使いたいコードと古いコードが一直線につながりました。はい、これをスーッとスライドさせます。よいしょよいしょ。はい、スライドしたら、はい、古いコードを取り外して、古いコードから針先も取り外して、新しいコードに針先をつけて、はい、お引っ越し完成。はい、お引っ越ししました。編みながらあの変えていくのもいいんですけど、右と左でコードがビヨンビヨンしちゃうので、このスーってやるやり方でよく私はコードを変えています。っていうことが今回の動画のメインです。はい、ではもう一個お話しするなら、この手作りマーカーについても散々前の動画でもお話ししたかな。この、3種類を使っています。これは自分でパーツ屋さんでパーツを選んで作りました。すごいお気に入りです。一応私はミニマリストを目指している節がちょっとあって、あの物を買う時に結構吟味する派なんですね。なのでその一つ一つ買うものに対してこういう思い入れがあってこれを買いましたみたいなのが結構あるんですよね。まあ ないものもありますけどね、朝食のコーンフレークとかね、あの適当に選ぶんですけど、今回はこのパーツをですね選んだわけをお話ししようかな。誰も興味ないなこの話。あの私はですね、意外とあの再生数とかチャンネル登録者数とか気にする派なんです。それはまあ人気者になりたいとかそういうのではなくって、PDCA サイクルを回すのが好きなんです。だからあこの動画いまいちだったな、じゃあサムネをこういう風にしたらどうかなとか、編集の仕方をこう変えてみるのはどうかなとか、最近の動画はこればっかりだったからちょっと違うテーマで動画を撮ろうかとか考えるのが好きなんですね。好きだったかな、まあ今もそういうのは好きなんですけど、でもうこれは再生数伸びないって分かってるけど、この動画作りたいなと思って作る動画もありますし、
まあこの動画はまあ300再生ぐらいいくかなみたいなので、なんか意外と予想しないぐらい再生してもらえたりすることもあったりして、まあ、そういうのも楽しんでいるんですが、最近はまた、再生数とか気にせず私の話したいことを話そうかなっていう時期にちょっと今入っているかな。もうすでにあのチャンネル登録をしてくださっている方が自分の予想を超えて本当にたくさんの方に登録してもらっていて、あのすごく驚いていますし、あのライブでもあのお話ししたんですが、チャンネル登録してくださってる方が本当にたくさんいて、あとその中でも実際に動画を見てくださる方もたくさんいてですね、あの私にとっては文武不相応なんじゃないかなって最近はちょっと思っております。本当に私は編み物初心者ですし、お役立つ情報などあの全然お伝えできるような、あのニッターでもクロシェッターでもないので、それにもかかわらずたくさんの方が私の動画を見てくださっている状況がある中、できるだけなんか見て面白かったって思われるようなことをお話ししなきゃってちょっと、思っていて、で私はそうあのね、もともと PDCA サイクル回すの大好きだからそれでよかったけど、でも楽しいでくれる人がこの話題はきっと少ないだろうなって思うことはじゃあ話さなくていいかってなってたけど、話したいなーって思う時期に今なっているので、あの興味ないよって思うようなことをねお話しするかもしれませんが、あのそういうのはノーセンキューって方はあの動画を止めていただいてで、編み物してる時に、そのまま流れで聞くから別にいいよっていう方はそのままお話を聞いてくださると嬉しいです。でこのマーカーのこのねパーツを選んだ理由っていうか、私はパーツ屋さんでいろんな本当多分何千種類ってあるんじゃないかなっていうパーツ屋さんなんですけど、今回はこのレースが可愛い系っていうより綺麗系だなって個人的には思っていて、だからパーツも綺麗系でいこうっていう風に決めてお店に行きました。で、練習編みをした時にこの輪っかが小さいとか細いとかで、このチャームが小さいとこの目を通って行ってしまって違う場所に行ってしまう子がいたので、ここのリングはしっかりとしたリングでチャームもちょっとだけ大きめのチャームを探しに行きました。で私は綺麗系のパーツの中でもあんまりキラキラしすぎたりピカピカしすぎるのがあんまり得意じゃなくって、あとその中でもオーロラ系の光をなんかこうするパーツが結構多いかな、パーツ屋さんにはなんかこうオーロラ系にね光るパーツがあるんですよ。その気分じゃないなと思って、オーロラ系ではないものにしました。でこれこのお花のような雪のようなクリスタルのようなこのパーツが一番このマーカーが一番多くて、ちょっとだけ違うこの2つのマーカーがあるんですね。で一番この3つの、あのパーツをお店屋さんで見つけた時にさ、どれをこのそれぞれ役割があるんですね、このマーカーには。どれをどの
役割にしようかなっていう数を決める、この、一番多いやつは、まあ、一番多くて、でこれは2つで、これは、4つ、まあ、それぞれ数が決まっていて、どれを一番多いのにするのか、どれを4つのにするのか、どれを2つのマーカーにするのかっていうのを、まあ、考えるんですよ。これ皆さんはどうやって決めてるんですかね。私こういうのすっごく悩むんですよ。まあ一番お気に入りのパーツを一番多くしたりとか、一番安いパーツを一番多く使うのにするとか、そういうのかな、どうでしょう。わかりません。でまあとりあえずこのショール、レース模様のショール、レースなのかなこれ、あ、透かし模様のショールは、まあ、可愛い系より綺麗系で、まあ、今回紫で、ということで、マーカーの色は、透明、白、乳白色、ピンク、乳白色なピンク、イエロー、このあたりでパーツを探そうというのは決めていました。この編み地にね、合うように。で今回透明とピンクのパーツを選んだわけなんですけど、特にこのお花なのかな何だろう、このパーツが本当にこのキラッとする感じと、この綺麗めな模様がきっと合うんじゃないかなと思ってこれを選んだんですけど、よかった。このパーツは個人的にとってもいいし、横にも縦にもしっかり大きさがあるので、やっぱ目の中を通っていったりしないところがとってもいいです。でこのもう一個お花のパーツなんですけど、チューリップのようなスズランのようなパーツなんですが、これはですね、ここから模様が始まって、でここまで模様編みして、ここでこのマーカーが来たらこの繰り返しの模様はおしまいっていうマーカーなんです。ここでもうおしまいで、端っこの編み方はまた水を見て確認してねっていうマーカーちゃんなんですね。これだからこっち側にも、こっち側もこっから編んでいって、ここにねあるんですよ。ここは同じ模様、同じ模様の繰り返し、同じ模様の繰り返しで、この子が来たら違う模様だから編み図を確認してねっていうマーカーがこのマーカーなんですよね。このマーカーが来るまではずっと同じ模様の繰り返し、同じ編み方の繰り返し。なのでこの子はね、お知らせをする子なんですね。なのでラッパのような形のお花にしました。なんかラッパとかベルの形って、こうベル、なんかお知らせをするときにベルが鳴ったりとか、ラッパでお知らせしたりするから、まあ、私モチーフとしてお花が大好きなんですけど、という意味でこういうラッパというかベルのような形のマーカーをここにしました。注意してねっていう、自分が編むときにここは編み図をちゃんとチェックしてねっていうところにするために、ここはね、ラッパというかベルの形のマーカーです。でこの一番シンプルなピンクのガラスのビーズなんですけど、これは、ここは、掛け目が必ず来るところとか、端っこはメリヤスなので、そのメリヤス、中心と端っこを示すためのパーツなんですね。でこれはもうずっと編み終わりまでずっとここに掛け目が入ったりするんですよ。だからこれはあえてこのそれぞれの他のマーカーに比べると、これつるんとして細長くて、ちょっとだけ小さめというか、まあ、ほんとつるんとしたパーツなんですよ。なのですごくつまんで外すっていうのがやりづらいマーカーなんですね。そしてこのマーカーはでも基本的にはずっと外さないんです。なのであえて間違えて取り外さないように、こうつまみにくい形にしていますっていう、はい、私のこだわりのマーカーパーツ紹介でした以前もお話ししました、私は編み物道具が可愛いとテンションが上がるタイプの人間ですので、編み物道具、可愛いもの大好きです
今回は本当にこの可愛いマーカーに癒されながら編み物をしているので本当に用意してよかったなと思っています。このショールはお正月に実家に帰った時におばあちゃんに渡せるように頑張って編みたいと思います。未だに、なんだろう、かなり集中して編まないと本当に無理なんですよね。なんかこう、私ってやっぱメリアスとゴマ編み好きだったなって思いましたね。もうメリアスとゴム編みしかない靴下楽しいまあでもこれはね、大好きなおばあちゃんのために編んでいるので頑張りたいと思います。本当にメリアスとかゴム編みなら、まあ、とりあえず一目だけでも編もうみたいなことができるんですけど、これは一目だけ編むっていうのはちょっと厳しい。一段は編みたい、集中して、でできれば一模様編みたいなーって感じですねなのでこう今時間がちょっとしかないっていう時はこれはちょっとやめたり、ちょっとバタバタするなーとか、そういう時はこれは編めないんですよね。だからちょっと亀の歩みなだし、編むのもすごい時間かかっちゃうというか、時間かかるって言っても、なんだろう、メリアスをどんどんチャッ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 ってやるのとは違う。すいません、このチャッ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 なんて私メリアスできないですチャッチャッって感じなんですけど、私のメリアスは。というのでこのショールをまだまだ頑張りたいと思います。一目もね、だから編まないエピソードになりましたが、私はね、こういう何にも編まないエピソードも結構ありますね。購入品紹介だったり、まあ、これは、これは動画内で編むっていうのには挑戦しないようにしたいなっていう感じですね。またこのショールの進捗状況など多分お知らせすると思うので、頑張ってねということは、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますでは次の動画でもお会いできると嬉しいです。羊雲でした。バイバーイ。